サビトリは、インドの女優、プレイバックシンガー、ダンサー、映画監督、映画プロデューサー。テルグ語映画、タミル語映画を中心に、カンナダ語映画、マラヤーラム語映画、ヒンディー語映画で活動した。マドラス韓国軍トゥール県のテルグ語は社、日産からグルバイアート、日産からスバードランマの娘として生まれる。生後六ヶ月で父グルバイアート死別し、母スバードランマは、 長男マルティとサビトリを連れておじ、おばのもとに身を寄せた。おじこマレティ・ベンカータラーマイヤー・チョーダリーは、サビトリのダンスの才能を見出し、彼女をダンスクラブに入会させた。1948年に俳優のジェミニ・ガネーシャンと出会い、1952年に彼と結婚した。しかし、ガネーシャンは、既婚者で娘が二人おり、 さらに女優のプシュパワンリとも交際していたため、サビトリは結婚をめぐりおじとの関係が決定的に悪化した。二人の結婚は、サビトリがサビトリガネーシャンと署名するようになってから公に知られるようになった。後に、ガネーシャンはプシュパワンリとの間に一男一女を設け、彼女とも結婚している。サビトリの記念切手サビトリは幼少期にダンサーとして、 ジャガイア主催の劇団などで活動し、12歳で映画出演を目指して、マドラスに進出するが、ヒロインを演じるには、若すぎるという理由で、出演の機会に恵まれなかった。1950年に LV プラサードのサムセラムに起用されたが、起用されたことに興奮して、リテイクを繰り返して交板させられたため、女優デビューできなかった。サビトリは、パサラバイロビ。 ルピバーティで早くを務めた後、1952年にペリー・チェシー・チョーズで第二ヒロインを演じてブレイクした。1960年にしばらくミゼリエリでの演技を評価され、ラシュトラパティ賞を受賞した。サビトリは事前活動やジュエリーの購入などに大金を投じることが多かったが、資産を管理する能力に乏しかったため、生活が困窮していた。 また、夫がネーシャンは、女性との浮き名を流し続け、彼女自身は、取り巻きの言動に影響されることが多かった。彼女のキャリアは1960年代後半から、失速し、悲惨も、税務当局に差し押さえられた。困窮したサビトリは、役柄や脚本に関わらずに映画に出演するようになり、取り巻きたちからは、自分で映画を監督、制作するようにそそのかされ、 失敗作も目立つようになった。その中でも1968年に監督した、チンマリ・パパルーでは、南利賞最優秀長編映画賞を受賞している。低迷するキャリアの中で、サビ取りの才能を評価するダサリ・ナーラーやナラオは、デボダス・モリー・プッタズ、ゴリンタクなど多くの作品で彼女を積極的に、起用した。1973年に出演して工業的に、 失敗した、チャジーは、彼女のキャリアの中で、唯一のマラヤーラム語映画出演作品となった。サビトリは19ヶ月間昏睡状態に陥った後、1981年12月26日に死去した。彼女は、長年アルコール依存症を患い、特に1969年以降は、アルコール摂取量が増加して、糖尿病と高血圧を発症していた。サビトリの死後、 インド政府は功績を称えて彼女の記念切手を発行した。2018年5月には彼女の生涯を描いた伝説の女優、サービトリがナーグアインによって制作された。同作でサビトリ役を演じたキールティスレイシュはナショナルフィルムアワード最優秀主演女優賞を受賞している。ありがとうございます。